はい、どうも皆さんこんにちは、ベルサスです。というわけで、ケヤキの奇跡やっていきましょう。 iPhone X に変えました。実はその動画をもしかしたら出てるかもしれないですけど、今のところ撮影だけしといて編集何も触ってないんで分かんないですけど、とりあえず iPhone X にこういう風な形で、ね、変えたので、なんで編集をちょっとしないと、これ iPhone X って上下に黒いなんか隙間ができちゃってるんですよ。今編集なしのままで貼っつけるとこんな感じで、編集ありにするとこんな感じで、ちょっとひと手間かかるようになっちゃったんだよね、この iPhone X に変えたことによって。でまあこれは仕方がないかなと思っております。でもちろん俺が従来使ってたこの 6S でも新しくパソコン版のやつをこっちにインストールしたというか引き継いだので、こっちの方もなんかサブチャンネルでやろうかなと思います。サブ機はサブチャンネルで、サブはサブでっていうね。で今回なんですけども、この間、コメントで言ったんですけど、何々にしてくださいみたいなものが、多かったものをちょっと一括でこの動画でねやってみようかなと思います。その前に3600人ですね、チャンネル登録者ありがとうございます。もしかしたらこの動画が反映されている時には3700人台になってるかもしれないですけど、一応言わせてください。本当に、たくさんの皆様チャンネル登録、そして僕の動画のご視聴の方ありがとうございます。誠に感謝しております。さあということでやっていこう。まず多かったのがボックス紹介して、ボックスかボックスね、なるほどね。まあやってあげよう。ボックスというかカード一覧だね。で、そうこれ全部ニューになってるのはデータ引き継いだから、一回新しくなったから全部ニューがついてるからね。チートとかじゃないからね、あらかじめ言っておくけど。というわけで、やろうかなと思います。まずそうだね、上から順番にやっていきますか。配布もちょっと含めて紹介しますね。まずこの東村めいちゃんで、スキルレベル2なのが確かレベル4、あ違う、星4星3のやつを何体か食べさせた結果だと思います。でこれもともとは初期系スキルを使用した時のスコアが1800点加算されるというボーナス効果を持っているので、一番最初の僕の列破壊パーティーのスタメンではありました。ではまあ今ナーコとかがいるのでかまずしています。で影山ちゃんですね、まあお邪魔玉7個をレベル1下げる、僕比較的最初の方に引いた星5だったと思います。で、なんだろう、これコメントとツイッターで教えてもらったんですけども、この影山ちゃんとかレベル1個下げるやつはお邪魔玉の個数が増えるそうなので、まあレベルを取るか個数を取るかっていう感じで、まあ、今回のアカネンだったりこの影山ちゃんだったりが、変わってくるのかなっていう感じですかね。で、すいません、もう表示するのめんどくさいんでこのままいきます。メミですね、なぜか2枚引きました。なので、ときめきときらめき両方とも1個作ろうかなと思って、まあ、残しています。で次、牛尾サイナも、2体持っていて、両方の分岐作りました。で井口なんですけど、この井口ね、まだ俺育成だけしといて一度も使ったことがないですね。まあなんか今回のメタに変わってからちょっと使いづらくなった感があるので、やっぱ触りづらいなっていう感覚ですね。で次、緑のリサですね。これは前回のリサ、おもてなし会リサですね、報酬でもらったやつです。まあ1体は、60+4 で、あときらめきときめきどっちかにするまでやっています。多分もうどっちかに振り分けているんですけど、多分素材が足りなくて、覚醒してないのかなと思います。で次またリサですね。リサの星5の配布多くねえか。これは鉄なイベントでの、報酬配布でのリサですね。前回のイベントの時には大変お世話になったこの2人です。で次、紅葉のリサですね。紅葉リサはまだ俺スタメンとして使ってますね。十字消しっていうのが結構魅力的で、縦に、横にで十字1のパーティーが結構僕好きなので、それで入れてます。まあなんで消去系スキルを使った時のっていうやつで、もうこいつ単体で、ごめんね、リサ単体で6400点は確定で入るので結構でかいんですよね。6400って結構でかいですよ。
皆さんそうでもないと思ってるかもしれないですけど、結構デカめです。で次、サイマジョリサですね。サイマジョリサはもうあの推しメン確定ガチャで引いたものなんですけども、まああのなんだろう、レベルを1個上げるじゃないですかこれ確か、あのパズル玉を。なのでまあちょっとあの誤爆を結構しちゃうことがあったので触ってはいないんですけども、まあ一応持っています。で次、これは何のペイちゃんだろうか、おもてなし会ペイちゃんですね、ガチャのやつです。まあメタが変わって、なんだろう、多色多げしのキャラっていうのがだいぶ強くなったのかなと思ってます。で次、サイマジョペイちゃん、ここら辺ちょっと飛ばし飛ばしていきます。で俺が一番お気に入りのこの紅葉ペイちゃん、もうね、あのね大好きスタメンマジで。でその次が、特技の微生物ヨネさんで、赤年の配布2枚で、今回のテッチで、葵が2枚、これも何故か2枚引きました。で前回の報酬ネル、前々回か前回の報酬ネルで、サイマジョネルで、紅葉ネルで、ナーコちゃんが今のところはまだこの2枚で、秋のイベントの時の報酬のスズモンで、今回の配布のユッカ、今回のやつはまた別途で、解説などは挟みますのでよろしくお願いします。で前回の、ユッカで、前々回のユッカが2枚で、ユッカはもういいね。でサイマジョユッカ、サイマジョユッカもね、このブロック格好レベル1下げるっていうのも、ブロック数が上がるのでレベルを上げれば、まあ新しいギミック、まあ、レベル6とかっていうの最近出たじゃないですか、それもね、全部できるのかなと思っております。でおもてなし会かな、これは確かだより初めての挑戦だから。で報酬真ん中で、サイマジョ真ん中で、紅葉ユイポンです。っていうなのが僕の星5のラインナップです。報酬じゃねえや、配布が結構多いので、そんなにガチャの引きは良くないっていうのがもうこれでバレバレですねまあ星4以降に関してはそんなもう言うまでもないかなと思っておるので割愛させていただきます。で煙突4してあるガチャ券星5の数っていうのもさっき、出したので、まあ一応それで一括でやっております。はい。でその次ですね、欅の化石じゃなくて欅のかけらだね。あ、今2000ちょうどあるわ。で僕2000貯まったらもう問答無用でこのエンブレムと交換してます。まあった方ががぜんいいので。で1日に1枚しか交換できないのがちょっと痛いですけど、まあそれ仕方がないなって感じですね。でこれに関してなんですけども、ちょっとごめんね、肩がね、俺凝ってんのよ、すごい肩凝るとさ、この胸のさデコルテというかここら辺まで凝るときあるんだよね。だからめちゃくちゃ痛いのよ今で、お別れですかね確か。星さんはですね、まあなんかここまで育成したものは基本的に残していて、でこれはちょっとなんかどっかのやつで、使ったから編成中なのかな。基本的に星さんはほぼほぼ売り払ってます。でぶっちゃけ星5のスキルブックが報酬とかで配布されるようになってから、スキル上げっていうのが他のカードを入れるっていうのがあんまりしなくても良くなってしまったので、その必要ないかなと思ってます。であとはそうだね、なんか悩みどころが、こういう報酬でもらう星4のカードって売った方がいいのか、それとも合成して持っといた方がいいのかっていう声をよく聞くんですけど、ぶっちゃけそのカードの性能とかそのメンバーとかによってそれはがぜん変えてもいいかなと思っております。で僕紅葉のシリーズの星4系は全部売りました。でおもてなし会の星は残してて、その1個前も残してるよね確か。一応なんか残すようにはしてるんですけど、でもぶっちゃけ使わないってことを考えた時に、もう例えばこの2時間なんてネルっていう上位互換がいるんで星5の、正直売ってもよかったかなって思います。でこれ合成した後売ったら、例えばこの星4状態で売ってもその1しかなんないので、
欠片で元に戻そうとしても1体しか元に戻んないんですよ。なんでちょっと合成しちゃったのは悩むところですよ。なんでこの今回のふーちゃんとかはリサっていう上位互換がいますし、で泡玉なんでペイちゃんが、いるっていうことを考えて、まあ売るっていう選択肢をすると思います。まあそれはなんだろう、解説が終わってからいろいろやりたいなと思っております。今回のイベントで配布されたねキャラの解説を、まあ、前回というかさっきも言ったんですけど、まあそんな感じですかね。ではもちろんこういう星5をお別れした方が500って一気に入るんですけど、実は500って結構簡単に手に入るんですよ。例えばこの星4パン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 ってやると星4、3体と星5、1体の価値がほぼほぼ一緒、まあ、星4、3体の価値の方が高くなっちゃうんですけどって考えた時に星5を売るメリットって本当にないんですよ。なんで星5をもし売るって考えた時に1000とか一気に入るようにちょっと修正が入ってくればもうちょっと変わるんじゃないかなって僕は思います。そんな感じですかね。で最後だけなんかね別の感じなんだよね。6の5をお願いしたいですということなんで、イベントの6の5ですね。前回ね僕結構ご利用しするタイプだったので、なんか簡単にできる方法があるっていうのを、コメント欄でリンク貼ってくださった方がいて、僕もいいねとかつけたんで、見やすくなってると思うんで皆さんそちらをご覧ください。僕はもうとりあえずクリアできれば何でもいいというタイプなのでこれですね。20点以内達成しよう、キル55個、チェーン26、岩51個、僕はね確かねこのパーティーでクリアしました。リサの緑リサの黄色変換と、黄色の高本ちゃん、そして、黄色のテチなんですけど、これ初期盤面を見ると黄色 と、万能玉がバーッとたくさんある状態なので、黄色はすぐにたまります。なんでここは岩を破壊するやつか、まあフレンドで今一番多く出てるのがユイポンだと思うのでユイポンを今回使用していきたいと思います。で岩のミッション一番最後にやるっていう形が、僕の理想かなと思っております。じゃあ行きます。はい、今回のテチが結構使い勝手が良くて、黄色をメインにしたミッションっていうのが、ミッションというかステージが今回なぜか多いんですよ。なんでテチ1個持っておくだけでも全然違います。で今回のアップデートのメタ調整で同色同変換の難しさが結構強くなってしまったので、多色同変換というものを入れてみたいと思います。まあこの緑リサがまさにその代表例なんですけどね。じゃあやっていきましょう。もうこれ最初は黄色をただひたすら消すだけで十分です。はい、こんな感じで、クリアしました。まあなんだろう、めんどくさいのは多分ブロックの破壊なんですよね。なんでブロック破壊を持つスキルを持つやつを入れてもいいと思いますし、あとまあ、縦破壊が一番いいかなと思います。列破壊を入れるんだったら縦破壊で、そうですね、右側の今この442っていう数字があるじゃないですか。442と S の間に赤が10個か11個ぐらい並んでるところがあると思うんですけど、そこら辺に、スキル玉を配置することができれば結構、楽に壊せるかなと思います。まあそうだね、そんな感じですかね。なんだろうな、色変換を持つっていうのも結構重要ですし、ユニットが違うけど黄色の変換を持つっていうのも結構いいかもしれない、いい、判断だと思います。僕はとりあえずこのパーティーで、もうクリアはしているので、まあ、これでできなくはないかなと思います。は
はい、というわけで、今回ねコメントで多くあったものを一括で全部紹介しました。今回結構長い動画になってしまったんですけども、最後までご視聴いただいて本当に感謝しております。はい、じゃあ、今回はこの辺で終わりにしたいなと思います。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。 Twitter のフォローとサブチャンネルの登録もよろしくお願いします。サブチャンネルはね、こっちのあのサブ機でやることがもう今決まったので、皆さん随時お楽しみにしておいてください。じゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。